はい、では本日はセリアジェルのホワイトとブラックとピンクとネイビーを使って作っていきたいと思います。始めていきます。まずはじめにブラックを全体に塗っていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では2度塗り目塗っていきます。はい、ライトに入れていきます。はい、では次にこちらのホワイトを使ってお花の形を描いていきます。ではこちら筆のまま描いていきます。ちょっと変な形になってしまっても後で修正が効くので大丈夫です。ではこんな感じでライトに入れていきます。はい、では次にピンクとネイビーを紙に出します。はい、ではこちらを混ぜていきます。混ぜる筆は普通の筆を使っていきます。ではピンクとネイビーを混ぜます。今回ちょっと透明感を出したいのでこちらベース&トップコートも一緒に混ぜていきます。はい、ではこちらの色を塗っていきます。結構これはみ出てもベースが黒なので目立ちにくいです。なのであまり気にしないで塗っていっちゃいます。筆を拭いて次はこのベースとブルーを合わせたお色を塗っていきます。では一旦ライトに入れていきます。はい、ではもう一度濃くしたい部分などを塗り重ねていきます。
い、ではライトに入れていきます。はい、では次にブラックのオイルをこちらパレットの上に出します。では次に使う筆はこちらの細い筆を使っていきます。ではこちらの黒でこちらくっついてしまったお花を黒の線で花びら一枚一枚しっかり描いていきます。花びらの大きさなど形も調整していきます。でお花の筋を描いていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では次に飾りをつけていきます。ではベースを薄く引いていきます。はい、ではこちらに今回はオーロラのストーンとゴールドのブリオンを乗せていきたいと思います。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらトップコートを塗って仕上げていきます。このブリオンが引っかかるのが気になる方はトップコートを2回塗って仕上げてあげるといいと思います。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちら未硬化ジェルを拭き取ります。はい、こちらで完成になります。黒い線を入れることによってちょっと大人っぽい感じのお花に仕上げることができます。夏の浴衣姿にもぴったりなデザインになっています。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。